旧バスターミナル旧、バスターミナル全景旧、バスターミナル内のリ場バの様子後ろに、フラップボード方式の案内板が見える那覇、バスターミナルは、沖縄県那覇市泉崎にある、バスターミナルで、沖縄島最大規模のバスターミナルである。沖縄都市モノレール、旭日橋駅前。那覇バスターミナル株式会社が管理、運営している。沖縄県及び、沖縄島最大都市、 那覇の交通中心的ターミナルである。第二次世界大戦前、沖縄県営鉄道与那原線、海陸連絡線の起点である、那覇駅があった。同駅舎を含む、鉄道関連施設は、沖縄線により破壊された。工術の再開発事業で2015年に、一旦、バスターミナルが閉鎖された後の工事中に、駅の転車台以降が発見された。 2018年10月1日に花風な朝日橋営外区と一体化した新バスターミナルが完成、運用を開始している。所在地発着路線数1978年7月30日実施の交通方法変更によりバスの乗降口が正反対になることから乗降口や車両の出入り口などの変更が生じるようになった。その対策事業として ターミナル施設の建て替えが行われることとなった。ターミナル建設計画の際には、本島4社社長による県外ターミナル視察が行われた。それと、並行して4社総務担当役員、運営委員、営業所長を中心した基本計画が以下の通りに策定された。ターミナルの出入り口の変更。バース形状を、ノコギリ型から平行型への変更。 高架歩道橋の設置。ターミナル外周路の敷地内への取り込み。国道側にあったターミナルビル施設を撤去し、新ターミナルビルへ移設。第二中待機場を設置し、給油、洗車施設などを移設。行き先別の乗り場などを設置。合わせて、バス発車時刻表示機器の取り付け実施。以上の基本計画策定のもと。 1978年7月16日に着工し、翌年1979年10月31日に竣工した。駅船舶港岸観光庁学校商業施設、郵便局道路宿泊施設、東急ステイ、沖縄那覇その他那覇バスターミナル内朝日橋、那覇バスターミナルバス停バスターミナル前バス停 ABC7.30。 交通方法変更記念誌観光委員会バス業界7.30の記録沖縄の交通方法変更記念誌琉球バス1980年70ページから76ページ AB 那覇バスターミナル株式会社の株式取得のお知らせ第一交通産業株式会社2012年1月12日リリース花フな朝日橋ありがとうございます